オリーブオイル、オリーブオイル、また母、オリーブの果実から得られる植物油である。酸化されにくいオレイン酸を比較的多く含むため、他の食用の油脂に比べて酸化されにくく常温で固まりにくい性質を持つ不完成油。ギリシア語での語源が喜びと共通することから、生教会では時の対象となる。主に地中海に面した地域、イタリア。 スペイン、ギリシャ、マッシュリク、シチリアなどで好んで使われる。ギリシャでの消費量は世界一で日常の食卓において様々な料理に使われており日常生活に欠かせない食材である。イタリアなどでは毎年オリーブの収穫の季節にブルスケッタなどと一緒に絞りたてのオリーブ油を賞味して収穫を祝う習慣がある。主な生産国はスペイン。 40.1%、イタリア、19.5%、ギリシャ、12.9%などとなっている。食用のほか、化粧品、薬品、また石鹸などの原料としても用いられる。オリーブオイルは、紫外線により劣化するが、紫外線は、太陽光線のみならず蛍光灯の光にも、含まれているため、冷暗所で保存する。手に取りやすい食卓や台所に置く場合は、 黒い瓶やアルミホイルで折った瓶により遮光すると同様の効果がある。また、日本語や中国語では、オリーブオイルをと表現することがあるが、これはかつて観覧の種子から油を絞っていたことから、オリーブを洋寒卵と記述したことから来ている。英語では観覧音も呼んでいる。種子や果実から採取される植物油の多くが加熱工程や溶剤抽出工程を経て得られ、 特にほとんどの場合植物組織から油を分離するのに加熱工程が不可欠であるのに対しオリーブオイルは生の果肉から火加熱で果汁を絞って放置して置くだけで自然に果汁の表面に浮かび上がりこれを分離することで得ることができるオリーブと同様に果肉から多量の油が得られる油やしの果実からパーム油を採用する場合原産地であり伝統的栽培地帯である西アフリカの 熱帯雨林地帯における伝統的手法でも、パーム油は、飽和脂肪酸を多く含むため常温では固形であり、砕いた果肉を煮沸しなければ抽出できないのと大きな違いであり、この点がオリーブオイルの最大の特質となっている。つまり、ワインが本来、限られた季節にしか得られないドウの果汁を一年中、飲むことができる、保存果汁としたものとして発展したのと同様、 同じ地中海文化の中で利用が発展したオリーブオイル、まさに油という形で保存された生の果汁としての性質を食品科学的にも文化的にも色濃く持っている。収理立工場のため果実をすりつぶして絞った果汁を遠心分離器にかけ採油する。伝統と品質を重んじる。採油書ではこの果実のすりつぶしに伝統的な石臼が用いられているが、 工業的に大量に処理する採用所では機械による粉砕が行われている。オリーブ絞り用の石臼は、東アジアの穀物粉砕用の石臼のように溝を切った2枚の石の円盤が水平に重なり合って回転し、すり合う形態ではなく、巨大な石の皿の上で垂直に立てられた石の円盤が車輪のように転がりながら円運動をする形態のものである。荷重から 遠心分離などの機械的処理のみで得られた油をバージンオリーブオイルと呼び、その中でも風味感の検査で味や香りに欠陥が一つもなく、酸度が0.8%以下のものを特にエクストラバージンオリーブオイルと呼ぶ。また、品質の悪いバージンオリーブオイルを生成、脱酸、脱臭、脱食等したもので酸度が0.3%以下のものを生成オリーブオイルといい、 この生成オイルと中程度の品質のバージンオイルをブレンドし、酸度1.0%以下にしたものをオリーブオイル、日本ではピュアオリーブオイルと呼ぶ。ただし、これらの品質等級規格は IOC、国際オリーブ協会の定めたもので IOC に加盟していない日本ではこれらの品質等級規格に沿った製品表示でなくとも法的には何の問題もない。果実に含まれる油を 無駄なく回収するため、果汁を絞った絞りカスから、再度遠心分離器や、石油系有機溶剤を使って抽出したオイルを、蘇生、オリーブポマースオイルと呼ぶ。オリーブポマースオイルは、蒸気のオリーブオイルとは、成分が異なるため、IOC の規定により、オリーブオイルと表示してはいけないと定められており、食用ではなく工業用として扱われている。ただし、 オリーブポマースオイルを生成し、酸度を0.3%以下にした生成。オリーブポマースオイルは、その国の基準、日本であれば、ジャスをクリアしていれば、食用としての販売は可能である。ただし、ポマースと明確に表記しなければならない。オリーブポマースオイルは生成。オリーブポマースオイルにバージンオリーブオイルをブレンドしたもので、格安のオリーブオイルとして出回っているものの多くは、 このオリーブポマースオイルである。オリーブの種子から溶剤抽出によって得られた油をオリーブ核油と呼んでいる。オリーブ栽培とオリーブオイル発祥の地は地中海沿岸である。広く信じられている説ではオリーブオイルの使用はクレタ島で始まったという。オリーブオイルを貯蔵するための最古のアンフォラはここから出土しており、紀元前3500年頃のものとみられる。 もう一つの説では、カナン人が紀元前4500年頃に初めてオリーブオイル絞ったという、宗教的な用途に用いられることもあった。キリスト教の祖イエスの名の称号、キリストは救世主を意味するが、原義は油で性別されたものの意で、性別にオリーブ油が使われたと見られるほか、聖書にオリーブ油が頻繁に登場するのは古代のカナン地方。 ゲンパレスチナの文化にオリーブ油が根付いていた証拠である。また、ギリシャなどの教会では、東海用にも用いる。古代ローマでは、不作の年に備えて公共の貯蔵庫を設け、祝賀の時には人々に振る舞われることもあった。カエサルがウチカの戦いで勝利を収めた時には、軍の兵士に一人当たりにガロンもの油が得られたという。マシュリックでは、 美容と健康のためにそのまま飲むこともある。育病、栽培、製造方法の技術の発達により、アメリカ合衆国やオーストラリアなどの新世界から、非常に優れた品質のオリーブオイルが出荷されるようになった。オリーブのよく育つ環境は、ワイン用のブドウ、特にシラーやカベルネシュが育つ環境と非常に似ているからで、ある。フードや苗、製造方法、 生産者の思考などにより、色や味に個性が出る。1908年、明治41年、魚の油漬け加工に必要なオリーブオイルの自給を、測るため、農商務省がアメリカ合衆国から導入した苗木を30県、鹿児島県と香川県に試験的に植えた。香川県の小豆島に植えたオリーブだけが順調に育ち、大正時代の初めには、 作油ができるほどの実が収穫された。小豆島では今でも島のあちこちにオリーブの木が植えられており、国産のオリーブオイルが作られている。小豆島で栽培されているものは主にミッション、マンザニーロ、ネバディロブランコ、ルッカの4種類。近年は熊本県荒尾市がオリーブ、オリーブオイルの生産と特産品化に熱心に取り組んでおり、香川県に次いで 熊本県が全国2位の生産量となっている。市中海食、南部のイタリア料理、スペイン料理、ギリシャ料理、トルコ料理、レワノン料理、フランスのプロバンス料理やバスク料理では、オリーブオイルが多く使われる。このほか、一般的な料理法とは異なるが、日野原重明は、毎朝、朝食として、果汁100%のジュースとオリーブオイルを混ぜたものを飲むという。 変わったところではご飯を炊く際に数滴入れるというものがある。オリーブオイルによりふっくらと炊き上がりツヤが出る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。